立花山城は、現在の福岡県新宮町、久山町、福岡市東区にまたがる、標高367メートルの立花山山町にあった日本の城、立花城と呼称される場合もある。城は、立花山の山頂に築かれ、大小七つの峰のうち一番高い清浪山に、本城が築かれた。本城の東は、松尾区、西は、白竹といい。 いずれの山頂にも出城があり立花山全体を要塞とした大規模な山城である。立花山城、石垣跡元徳2年に、文後国守護の大友貞宗次男、大友貞だが築き、この地に寄ったことにより立花氏を称するようにもなった。港町、博多を見下ろす非常に重要な拠点であり、戦国時代には、大内氏や毛利氏と大友氏の激闘地であった。 天国末期の天正14年7月末には、当時若干20歳の立花光虎がこの城に、小森、ジップ、高橋正雲の岩屋城を落とした島津勢、約4万の信仰に徹底抗戦した。豊臣秀吉の九州勢抜の後、立花氏は筑後国屋長和城へと違法となり、新たな城主として小早川高景が入城する。城としての機能よりも、 経済的意義が求められるようになると山城である。立花山城は存在意義を失い、名島城築城後は市場に、その後、黒田長政が慶長6年に福岡城を築いた後は廃された。なお、福岡城の石垣は主に立花山城から石垣を移築して作られた。現在は山頂の本丸跡にわずかに石垣跡、そして古井戸跡が残るのみである。 ありがとうございます。